流れ星に誓います。私は将来最強の騎士になります。約束だよ、イザノちゃん。約束だよ、レスナちゃん。きっと私はまだ始まってすらいなかったんだ。それなのに落ち込んで悩んで、でも どれどんなものがあるんだい。ですね、みんなの願いに寄り添ってみてはいかがでしょうか。願いに寄り添う、まだうまくできるかはわからないけれど。お客様はどんな願いをお持ちですか。願い、こういうのが欲しいなとか、こういうことしたいなとか。ああ、それならさっき山道で足をひねってね、痛みを止められると助かるんだけど。それでしたらこの商品が。教えてくれたみたいで。私は何もしてないですよ。またまた、しばらく一緒に動くんだから遠慮とか謙遜とかやめましょ。こら、イザナちゃん慣れ慣れしすぎるよ。すみません、シャリステラ先輩。そうですね、イザナさん、私がいろいろ教えちゃいました。そういう先輩も素敵です。それじゃあ改めてオートへ出発。私は今出発点に立っている。ここから私の錬金術師としての冒険が始まるんだ。いざ参らん。行けばいいんだって、高まったことが痛からまる思いが落ちてゆく。君の夢まだあるんだって、瞳に明るく散らばり舞う星座。まだ見知らぬ大地に足跡つける。宙に焦がれ震えた命。何を求め記憶の縁を抱きしめて傷ついておくのか。でもため息は消える、風に変わる。ほら初めての音が鳴って聞こえる。天空の下君を探す信仰の意味、きっと気づく真実へ旅立つ。最果てへと生き続ける。奇跡流れ星の誓いがあった。信じたい信じられなくて、だけど向かえば明日が待っている。最果てへと故障を描く。希望を涙に見た私たちの祈り、光輪に輝きたどり着ける。夢の結晶へ。Thank you.